どうも、にゃんにゃんクリーパーです。ここはソロムグとなりまして、はい、マップはこんな感じです。まあ単純なマップなんですよね。あれ、真ん中にマウンテンって書いてあるんだけど、山は実際登れないですよね。はい、あとガルレージュ要塞とかもあるし、結構有名なエリアというか、よく来たエリアの一つではあります。経験値稼ぎでもやっぱりソロムグでレベル上げウェポンとかよくやってましたね。あとは兜とか、はい、だからレベル上げのメッカの一つではありました。エリアには今誰もいません。はい、ということで、あ、私冒頭で必ずニャンニャンクリーパーですって言ってるんですけど、なんかキャラ名言った方がいいのかなとかちょっと迷うんですよね。何かちょっと違和感がありますんで、まあとりあえず今のまま続けていきますけれども、でソロムグはやっぱり低レベルの時にですね、ウィンダスからジュノを目指したくてここを通ったんですけど、やっぱり途中で敵に見つかってやられて、ウィンダスまで何度も戻されたんで、もう途中で諦めちゃったんですね。どうしてもソロムグ経由って難しい。まあ四角のね、ヤグーというのがヤグーですね、四角関係の。多分あれにやられたのかなと思うんですが、まあ結構ね、壁際に沿っていけばいいんでしょうけど、あれ、加工エリアのやつですよね、多分。要塞って要塞抜けたところに鳥の NM 出ますよね。なんか下普通には行けない場所なんですよ、このソロムグエリアからは。要塞を抜けていった時にその高台に登れて、ここもそうなんですけれども、はい、でどうしても要塞行かなきゃいけなくて、で今これ過去経由でここに登れるんですよ。だからもうソロでも行けるエリアにはなったんだけれども、エリアっていうか場所にはなったんですけど、はい。そしてなんだっけ、昔はチョコも使ってこう壁をグリグリ進んでいけばなんか登れたらしいんですよね。まあさすがにもうどっかのタイミングでできなくなったんで、まあ、結局は当時はソロではその上の方に登れなかったというところです。で、なんか時間巻きの HNM がいて、何かいい装備を落としてます。だからみんな結構張ってたり。でもガルレージ要塞って一人じゃ行けない場所だから、結構行きにくいやつですよね。で、何を落としたのかな、鳥の NM っていうのを覚えてるんですけど、ストライダーブーツだったかな、ここでしたっけ落とすの。ごめんなさい、間違ってたらすみません。私がストライダーブーツという、イメージがあるんですけどね。まあシーフにとって、シーフとカリューか、移動速度アップですから。でここ登れるのかなと思って今試してるんですけどね、なんか登れば行けそうな、向こうに行けそうな気がするんですけど、なんか落ちるんです。コントロールが難しいですよね。で、ゆっくり進んでいくけど進めない。つまりこれはですね、登れないんです。はい、見えないと壁があって、はい、無駄な時間を過ごしました。でも今だったらその鳥の HNM 放置されてんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと一回行ってみようかなと思って、まあ、本来はね、ジュノに向けて今進んでたんですけど、ちょっと寄り道をしようかと思いました。なんとなくエネを見かけたらどうしても叩きたくなってしまうんですよね。私どちらかというとマイナーエネムを専門に買ってた気がします。いかにソロやら少人数で倒せるかっていう、そういうのに挑戦してたんですよ。やっぱり赤羽同士やってた身としては、ソロでどこまで戦えるか、そういう強さを示したかったんですよね。どうしてもなんか上に行けない。
ってことは、やっぱりガルレージ要塞、あ、そうか。上には普通には行けないから、結局ガルレージ要塞に行かなきゃいけないんですよ。で、今その道を探してるんですが、なんか見当たらないんですよね。どっから入るんだっけっていう、見当たらないんです。なんかカメリアに進んでいけば見つかったはずなのに、ね、今は行き止まりでしたよね。どっか途中にあるのかな。まあこんなのでね、探しててもちょっとあれでしょうから、まあ、今回は諦めて、まあガルレージ要塞編の散歩の時にまたちょっと見てみたいと思います。道は間違ってないと思うんですけどね。でもさっき行き止まりでしたよね。いやー、まあ当時の私なら一発で行けたんでしょうけど、そんなもんですね。まあ、当時 HNMLS もいくつもありましたけど、ああいうのを独占してたんでしょうね。まあ少なくとも人数分取ったりとか売る目的でやってはいないか。あんなね、あの強い NM 当時はね、あのたくさんいないと倒せない NM だったから、お金稼ぎでやるってことはないでしょうけど、まあ少なくとも全員を集めるまではそういう LS が独占というか狙ってたりしてたんでしょうね。てか24時間っていうか、その時間割りする NM っていうのは、いかに前回倒された時間を管理するかっていうのがポイントなんですよね。たとえね、次勝てなくても倒した時間さえ分かれば次にポップする時間をある程度絞り込めますから。だから当時は殺伐としてたんですかね。いろんな LS の、 張り込みキャラっていうのを作ってたみたいですから、はい、まあそういう HNMLS の張り込み方法とか、どういう組み方してたかっていう情報も一応私あるんですけどね。私はそういう、LS には参加してなかったんですけど、そういう LS に詳しい人からいろいろ教わったんで、ああそういうやり方やってるんだとか、はい、まあそれはゆくゆくどこかの動画でお話ししたいかと思います。今回の動画はもう残念ながら残り時間が少ないので、もうすぐジノに到着するんで、はい、ここでは語らないんですけども、どっかの動画で、はい、まだそんなLS の話をさせていただきたいと思います。はい、ではジュノの、ね、入り口というか門みたいなところがありまして、ここまで来れば安心ですね。はい、でこのキャラなんだろう、ボイドウォッチ、なんかいろんなの追加されてもうダメだ、思い出せないですね。アートマって、あれアビスヤでしたっけ。ジードの成長って何でしょうね。アートマは懐かしいな。なんかね、NM を弱点ついて倒すことで必ずそのアートマが手に入るでしたっけ。もしくはランダムで手に入る。まあ弱点つけば手に入るっていうのは知ってるんですけど、そういうのありましたよね。だから終焉のアートマ、あれが最強にいいやつだったんですけど、あれ取るの大変でしたね。神殿、はい、じゃあとりあえずはこんな感じかな。この辺りにもネパザーとかいっぱいいたと思うんですけれども、はい、じゃあソロムグの散策は以上となります。まあ全部見たわけじゃないんですけれども、ソロム結構広いんで、はい、じゃあ以上、ニャンニャンクリーパーでした。